信開始します。はい、はい、配信開始。どうも、誰もいない中、こんにちは、ミュートです。はい、さあ、はい、ですね、まあどうせ誰も見てないだろうからそろそろツイートするよ。さて、これを見ればいいのかな。はい、一番最後31で入ってます。3101、なんでこれ3101だね。3101、なんかこれ全部出ないんですよね。あ、そうなんかよくわかんないですけど、省略されちゃってますね。あ、そっか、 URL をコピーにすればいいのか。もしくはそれをリツイートすればいい。あ、そっか、リツイートすればいいのか。リツイートが一番早いよ、ボタン一つ押すだけで。さて、なるほど、これでつぶやけばいいのかな。まあ、はい、もう見てくださってる方すみません。ですね、ニコ生の告知を現在しているんですが、最近って言っても2ヶ月ぐらい前か、にスマートフォンに変えて以来ですね、全然僕使い方が分かってないんですよね。まあプライベートではですね、携帯電話売ってたりするんですけど、はい、全然分かってないですね。まあそんな感じで、さあ、まあとりあえず日記投稿するから待って。これイケメンですか、ね、残念ながら、残念ですね。31が最後だよな。これってはい、ですね、まあとりあえず顔があまり映ると残念なので、声だけ聞いててください。まあ高校時代、大学時代の思い出なんですけども、基本ですね、カラオケに行くと目を閉じられるんですよね。お前が歌ってると思わない方が素直に聞けるってよく言われるんですよね。まあいい意味で捉えておきますよ。はい。さて、そんな感じでね、歌ってみたらやりますよということなので、まあとりあえずよ、なんていうかな、ね、そういえば最近、まあ、全然プライベートの話なんですけども、今禁酒中なんですよね。とはいえまだ3日目なんですけど、まあね、いろいろお酒をやめようかなと思う出来事が起きましてやめてるんですが、ただ僕基本そういう時ド M なんで、自分をどこまで追い詰めるのがその罰ゲームかっていうのをやるんですよ。で今回に関しては、例えばテーブルの上にキーボードがあるわけです。でそのキーボードの、なんていうんですかね、前に、僕の大好きな焼酎の瓶を置いとくんです。でその横に例えばサキイカとかおつまみを置いておくんですね。そうするともう嫌顔でも飲みたくなるじゃないですか。はい、それに、対してひたすらこらえるということをやってますね。まあね、大人は我慢が重要かなみたいなことも思うので、そういうことをやってますね。まあそんな感じでね、まあ今なんかテンション的にはね、お酒飲んでないからあんまり上がってないんですけど、ただ逆にね、肌ツヤめっちゃいいんですわ。肌ツヤめっちゃいいんですわ。やっぱりね、よくビタミン C を破壊するとか言うじゃないですか、お酒ね、だからある程度ね、そういうのあるんだろうななんていうのは思うんですけれども、まあまず肌ツヤが良くなった、あと睡眠時間が長くなったんですよ。熟睡してるのかしてないのかわからないんですけども、だいたいいつも2時ぐらいに寝て7時ぐらいに起きる生活が多いんですね。まあ睡眠時間約5時間でも、昨日はねもう12時ぐらいには眠くなってて、まあ起きたのも8時ぐらいなので、まあよう寝てますよね。なので、まあもしかしたら最近僕思うんですけど、なんかお酒飲んだ方が寝覚めがいいんですよ。でだからきっとね、こっちの方が熟睡できてるのかなって錯覚するんですけど、やっぱりなんか体の疲れとか、なんかぼーっとする度合いっていうのは前日お酒飲んでる日の方が多いんですね。なのでもしかしたら脳が麻痺してるだけなのかなっていうふうに思いつつ日々を生きてます。まあなんでこんなこと言ったかっていうとね、僕一回痛風一歩手前ですよって言われて、病院ですげー言われたことあるんですよね。22ぐらいの時か、まあ22で痛風ってもうお前終わってんなって話なんですけど、まあそんなことがありましたね。さてそんな感じで頑張っていきますかね。まあ
まあそんな感じで頑張っていきましょう。そういえばあのこっちの向きだとコメントが見れないな。ちょっとさらっと見てみようか。ごめんね。今あの棒読みチャレンジ導入しようとしてるから。はい、あ、意外と人来ていただいててありがとうございます。なんかちょっと、嬉しいですね。嬉しいですね。まあね、さあそんな感じで頑張っていきますか。今日歌う曲はですね、まあ、言い訳先にしておきます。練習時間がちょっと短かったんであれなんですけど、たまにはあの自分の好きな曲だけではなくて新しいもの、棒読みちゃん起動、棒読みちゃん、はい新しいものとかそういうものに挑戦していこうかなって思って、今回は、曲を選ばせて、ドキマギし始めるミュートさん、言い訳きた、言い訳きた、わおい丸え丸なんかゆっくり懐かしいな。なんか久しぶりにゆっくりの声聞くと、なんか 2,3 年ぶりに電話かかってきた友人から声がしたぐらいの、収録中はゆっくり消すよ、うん、なんかゆっくりしていって ね、そういうあれになりますよね。まあ、じゃあね、だらだらと喋っても仕方がないのでやってみましょうか。それでは聞いてください。あ、ごめんなさい頑張ってミュートさん、頑張ります。ミュートさん頑張ります。あの音声ミュートはないっすそれただの、あ、そう、なんかね、ここで話すあれじゃないのかもしれないですけど、マテオ・ヨシカって曲があるじゃないですか。あれの今まで付き合った彼女の名前だけでマテオ・ヨシカを歌ってみたっていう動画が上がってて、僕すっごい好きだったんですよね、あれね。なんでミュートからその話したかっていうと、多分検索してみればわかります。さて、では、本日はこの曲をお届けしたいと思います。聴いてください、カゲロウデイズ。8月15日の午後12時半くらいのこと、天気が良い、病気になりそうなほど眩しい日差しの中、することもないから君と食べていた。でもまあ夏は嫌いかな。猫を撫でながら君はくてぶてしくつぶやいた。ああ逃げ出した猫の後を追いかけて飛び込んでしまったの、若に変わった信号機、バッと通ったトラックが君を引きずって泣き叫ぶ、血しぶきの色、君と香りと混ざり合ってむせ返った。はっ、はっ、そうじゃないぞって笑ってる、夏の水色かき回すようなセミの音に全て膨らんだ。目を覚ました時計の針が鳴り響くベッドで、今は何時、8月14日の午前12時過ぎ、一つやけにうるさいセミの声覚えていた。でもさ少し不思議だな、同じ公園で昨日見た夢を思い出した。もう今日は帰ろうか、道に抜けた時周りの人はみんな上を見上げ口を開けていた。落下してきた鉄柱が君を貫いて突き刺さる、つんざく悲鳴と栗の音が木々の隙間で空回り、わざとらしい影楼が夢じゃないぞって笑ってる、膨らむ視界に君の横が笑ってるような気がした。
界が膨らんでも金の柄って奪い去る。繰り返して何十年もとっくに気がついていたろう。どんなよくある話なら結末はきっと一つだけ。繰り返した夏の日の向こう、バット押しのけ飛び込んだ循環トラックにぶち当たる。血しぶきの色君の瞳ときしむ体に乱反射して、文句は逃げなかげろうにざまあ見ろよって笑ったら、実によくある夏の一言、そんななんかがここで終わった。目を覚ました8月14日のベッドの上、症状はただまたダメだったよと一人猫を抱きかかえてた。なあ、激かみすみません。やべえな、これあげれんのかな。いやー、ちょ大丈夫かこれ。いやー、まあ見ていく、緊張したか。まあ緊張はしてますね、はい。いやー、緊張もそうだけどやっぱりね、ね、何これ、俺自分に今自信と覇気がない、もしかしてこれあかんやつやな。いや、でもこんなところでめげちゃいけないですよ。2回目3回目と繰り返していくことでどんどんね、完成度が上がっていくんじゃないかなと思います。まあ最悪めげちゃいけない、もう最悪ね、ダメだったらいいよ、もう一回撮り直すよ次の日。ニコ生2回目かげろうデーズかっこ再みたいなね、かっこ再みたいな、たまにあるじゃないですか、撮り直してみたみたいなね。いや、いけない、スラン数も上がってテンションだだ上がりのニュート氏多分に近い、いけない、ダメだ。あのここでよくなんか昔のなんか古事かなんかであったじゃないですか、あのアーチェリーじゃない、あの弓道でなんか弓を3本こうやってね、背中に刺してって、こうやって射抜こうとした時に弓の師匠が言うわけですよ、お前はなんで3本も矢を入れてるんだと、お前は1本目2本目で失敗するかもしれないと思ってるから、ここにね、収録時間の延長、ついてるね、あれなんじゃないのかなっていうふうに思うわけですよ。なんかね、そういうふうに言われてたわけですよ。でそこでハッと気づいた、俺一発で決めなあかんっていうなんか故事があったんですね。まさに今それです、僕ね、3テイクぐらいすればなんとかなるかなって今自分で言ったじゃないですか。この甘え、師匠ごめん、師匠誰か分かんないけど、ほんとごめんって思った今、ね、今この時を一生懸命生きていけってね、もう M 岡修造さんも言ってらしたじゃないですか。そうですよね、僕今は過去のことを思っちゃダメだし、未来のことも思っちゃダメだと思った今。よし、3テイクやって、頑張ろう、いいとこだけを切り張りするんですね。甘えてるな、もっと歌え、もっと熱くなれよ。なんか分かっていても3回歌うニュート今を生きる。もうね、みんなありがとう。なんか頑張れそうな気がしてきたけど、テンションでどうにかなるのかな、これすっげえ難しいんだけど本当。まあね、言い訳なんていくらでもできるんですよ、ただね、言い訳は言い訳にしか過ぎないですから、そんなのね、自分がね、プロを目指しているんだったら結果で証明するしかないっていうのも分かってます。言い訳を、はい、だから頑張るぞ、みんなの頑張れ、ゴールおもろい、よし、みんなオラにパワーを分けてくれ。楽しみだな。8月15日の午後12時半くらいのこと、天気が良い、病気になりそうなほど眩しい日差しの中、することもないから君と食べていたって、もまあ夏は嫌いかな、猫を撫でながら君はくてぶてしくつぶやいた、ああ
げ出した猫の後を追いかけて飛び込んでしまったの。若に変わった信号機、バーッと通ったトラックが君を引きずって泣き叫ぶ。血しぶきの色、君の顔にと混ざり合ってむせ返った。嘘じゃないぞって笑ってる。夏の水色かき回すような君の俺に全て食らった。目を覚ました時計の針が鳴り響くベッドで、今は何時、8月14日の午前12時過ぎくらいを指す。やけにうるさいセミの声覚えていたんでもさ、少し不思議だな。同じ公園で昨日見た夢を思い出した。もう今日は帰ろうか。道に抜けた時、周りの人はみんな上を見上げ口を開けていた。落下してきた鉄柱が君を貫いて突き刺さる。つんざく悲鳴と風鈴の音が木々の隙間で空回り、わざとらしい陽炎が夢じゃないぞって笑ってる。膨らむ視界に君の横が笑ってるような気がした。奪い去る繰り返して何十年もとっくに気がついていたろう。こんなよくある話なら結末はきっと一つだけ。繰り返した夏の日の向こう、バーッと押しのき飲み込んだ瞬間トラックにぶち当たる。血しぶきの色、君の瞳ときしむ体に乱反射して、僕は嫌な陽炎にざまあみろよって笑ったら、実によくある夏の日のこと、そんななんかがここで終わった。目を覚ました8月14日のベッドの上、少女はただまだダメだったよと一人猫を抱きかかえてた。あかん。惜しいね。一応な、なんか一発撮りをあれにあげてるからな。なんか切り張りすんの尺だし、お願いしたくないよな。次でうまくいかないかな。いやまあ最悪3回目歌って今日あかんと思ったら、あの一さんすいません、あの次回もかげろうですでお願いします。最悪次回もかげろうですでお願いします。ちょっともう一回練習し直そうと思った今。思った以上に歌えてねえこれ。いやまあ3回目やってダメだなって思ったら、もう残り時間僕のフリートークでさ、これ関係ないコメントわらわら。いやもうなんだろう俺多分ね、久しぶりに何か短期間で曲を覚える作業をねしたっていうのも確かにあるけども、高校時代の友人にですね、まあそんなにね間接的にしか教えてないんですけど、歌ってみたを聞いてるって人がいてね、大学の研究室でなんかエンドレスリピートしてたって話を聞いて死にたくなったつのがあったんですけど、扉をくぐらないと、まあ何事も何も見えないぞ。なんかねなんかすげえ今いいこと言われたんだけど、くぐるか。まあねそれでそうだよな。まあそれで、まあ、そいつに言われたのが、お前音感失ってないって言われたんですよ。確かに楽器弾いてた頃ってもうちょっと音感あったような気はするんですよね。なので継続は力なりって言うじゃないですか、なのでもしかしたら僕はね、そういうところね甘えてたのかなっていう思うんですよね。なんか絶対音感に近いもん持ってたはずなんだけどな。で相対音感はもう確実になくしてるんで、うん、どげんかせんといかんと思うわけですよ。
まだ時間はあるのね。あ、そうだ、カゲローデーズ曲短いんだよね、これね。ドレミファソラシドからやり直そう。行くのだ。よし。未来をその目にするために。なんか、なんだろう、今日名言多いな。なんか嬉しいな、頑張ってみようかな。いやまあ、まあ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 。胎児からやり直そう。胎児まあ、胎児。あ、まあね、あのネタバレにならない程度で言うと、僕の一押しの映画でバタフライエフェクトっていうのがあるんですけど、まあそれを随分やり直すんだな、ね、それをなんか見るとあれですね、あのどっからやり直せばいいのかって、あ、いや、これ以上言うとネタバレになるからいいや。まあ面白い作品なんでぜひ見てください。え、さてっとあ、いやちょっと集中すればなんとかなるんじゃないかな。お父さんのとこに戻ってもいいよ。ねえ、もう集中。お父さんのとこってどこまで戻るのそれ。しかもまた、え、ちょっと下入ったらごめんなさい、ま、だってそれ僕がたどり着けるか分かんないわけじゃないですか。それたどり着けるのが僕とは限らないですよね、お父さんまで戻ったらね、いちさん。うん、あ、なんかごめんなさい赤いやつだよこれ、まだ午前中やな。もうし、あ、でもね、テンションは大丈夫なんです。テンションは大丈夫なんです。多分足りないのは僕の音感とリズム感と練習量。よし、絶対次で決めてやるじゃあ行きますよ、カゲローデイズ。8月15日の午後12時半くらいのこと、天気が良い、病気になりそうなほど眩しい日差しの中、することもないから君と食べていたんでも、まあ夏は嫌いかな。猫を抱きながら君はくてむてしくつぶやいた。ああ逃げ出した猫の後を追いかけて飛び込んでしまったの、若に変わった信号機、バッと捉えたトラックが君を引きずって泣き叫ぶ。血しぶきの色、君の香りと混ざり合ってむせ返った。嘘みたいな影楼が嘘じゃないぞって笑ってる。夏の水色かき回すようなゼミの俺に全て食らんだ。目を覚ました時計の針が鳴り響くベッドへ、今は何時、8月14日の午前12時過ぎくらいを指す。やけにうるさいセミの声覚えていたんでもさ、少し不思議だな。同じ公園で昨日を見た夢を思い出した。もう今日は帰ろうか。道に抜けた時周りの人はみんな上を見上げ口を開けていた。落下してきた鉄柱が君を貫いて突き刺さる。つんざく悲鳴とクリーンの音が木の隙間で空回り、もっと正しい影楼が上じゃないぞって笑ってる。眩む世界に君の横が笑ってるような気がした。何十年も遠くに気がついていたろう。こんなよくある話なら結末はきっと一つだけ。繰り返した夏の日の向こう、マット押しのけ飛び込んだ瞬間トラックにぶち当たる。血しぶきの色、君の瞳ときしむ体に乱反射して、文句ありげな影の方にたまみろよって笑ったら、実によくある夏の日のこと、そんななんかがここで終わった。
を覚ました8月14日のベッドの上、少女はただまたダメだったよとひどい猫を抱きかかえてた。多分ね、僕の心がどこで折れたかっていうとですね、まあ、具体的にはうちでね練習してる時に10回中3回ぐらいやってたんですけど、バッと通ったトラックがっていう歌詞があるんですね。バッと通ったトラックが、ここをねバッと取らったトークがっていう風にね10回中3回ぐらい間違ってたんですよ。バッと取らったっていうね、なんか仮面ライダーにそんなのいましたよね。そう、仮面ライダーになんか何でしたっけ、ガタキリバとかなんか ラトラータとかなんかいるじゃないですか。バッとトラッタっていうなんかいう風にね、で出た瞬間に俺の心が今折れたんだよ完全に。さあこれね、バッとトラッタ、そうバッタトラッタね、ラッタラッタ、あラッタってあのポケモンにいましたよね、うん、あのコラタの進化系バッとトラッタ、わらわらかわいいかわいいよニュート。いやなんかね恥ずかしくなってきたら今日何なんだろうな。いやでもなんかあれあのあれあれですか、あの今日って1時間ですか、生放送30分ですか。え、あいつも通り30分了解です。なるほど、ってことはあと1回歌えるか歌えないかですか。3ぐらいですね。ギリギリ歌えませんか、もしかしてこれ歌ったら多分途切れちゃいます、ね、なるほど、どうしましょうか。一さんこれ次枠いっちゃう、次枠いいですか、なんか悔しい。次枠行こうか、次枠行くか。じゃあちょっと3分間喋ってますね。さあねー、何を喋ようかな、うん、じゃあちょっとそうですね、最近あった面白いこととかなんかあったかな。ですね、まあ、カップラーメンと、うん、カップラーメン最近食べてないな。まあまあまあ、そうですね、なんかお題あれば振っていただければそれで喋るんでっていう、なんかたまにはラジオパーソナリティっぽいことを言ってみる。さあ先着1名で、ここでね、大体ね、コメントが途切れるっていうね、空気の読み方をしてくれるんだよな、なんか。はい、ちょっと待って、本当に途切れたよね、これ。え、振られた彼女の数は？二人。自分から振ったことはないよ。自分から振ったことはないよ。まあ、なんだよこの会話。振られた時の言葉は？振られた時の言葉ですか。なんか言ってんなこれ俺。まず最初の彼女は最初から好きじゃなかったかもしれないですね。ちなみに2年9ヶ月ほど付き合ってました。最初から好きじゃなかったかもしれない。私なんだってわらわら。私はただ仲の良かった先輩を独り占めしたかっただけなのかもしれないって言われて。まあ俺それから1週間ぐらい飯まともに食えなくなったんですよね。まあそれがなんだよこの BGM。 まあそんなことがありましたね。それが初めての恋でした。え、2回目も言わなきゃダメこれ、もしかして流れ的に。まあ1回目はそんな感じでしたね。2回目はまあ最近ね、僕の学校とかね、声優関係がちょっと忙しくなってたんで、まあこんなね寂しい思いをするんなら別れた方がいいよねみたいなことを言われたんですよ。まあそれで僕も悩みまして、確かに彼女に麻酔じゃないんですけど麻痺させてあげることはできるんです。大丈夫だよそんなことないよ、僕君のために頑張るから。でもそれはただの嘘なんですよね。一時的に彼女の痛みをごまかすだけの麻酔でしかない。だったら僕は真実を告げなきゃいけないって思ったんですよ。ごめん、今の僕には君に時間は割けないと。だから寂しがらせるだけだって言うんだったらもう終わりにしよう。そしたら泣かれまして、嘘でもいいから君が一番だって言ってほしかった。でもそれは嘘じゃねえかよっていう7月頭の話ですね。終了します。最近やな。次枠へ移動します。ご視聴ありがとうございました。
わらわら。お疲れ様です。